つかなげは、柔道の主義の一つ。行動官、国際柔道連盟における正式名。アイフ略号サック。両手で下半身をすくうつかと。鳥は白柔道着。基本型は技をかける側は右足を踏み込み、左手で前から相手の左ももを脇に抱えるようにつかみ体を密着させる。次に、右手で樹の右膝裏を持ちすくい上げるようにして。 相手を抱え上げ体を反らしながら後に投げる。谷落ち、帯落ちなどの技に近い動きになる。なお、組手はそれぞれ右組で解説している。左組では左右が逆になる。別名サイドバスター。手車はつか投げに放含される主義の投げ技。典型的な形は、銃が背負い投げや内股など背中を見せる技を仕掛けてきたとき。 後方から左手で股間に手を入れるまたは、下脇の電部をつかみ体を密着させる。次に左前腰に乗せながら高くすくい上げた後、右手で半円を描くように引き落とし、前方に投げる技である。試合で決まるほとんどのつか投げはこの手車であり、特に断りがなくつか投げといった場合はこれを指すことが多い。一般的には、払い腰や内股などで相手が、 半身になって足を上げる瞬間や背負い投げ投げなどで相手の後方を取った際に返し技として出すパターンが多い。また、後日のルール改正以前は前や速報からまたを救うつか投げが主に外国人選手に多く見られた。別名金つかみ、抱え投げ、手打ちまたボディスラム、編集プロレスにおけるボディスラムことで打ちまた詳細は ボディスラムを参照ボディスラムは、トリガ、前方から、樹の股間に手を入れてすくって持ち上げ背中から落とす、出車。柔道かわしメソッドではこの技を、使とうとしている。両手で下半身をすくう、つか投げは、もともとは、古流柔術にあった技で、相手の打撃技をかわして投げる技法であり、柔道黎明期から、つか投というので、投げの形にも含まれるほどよく見られる技であった。 その後時代が進むにつれ次第に使えても見られなくなり、肩車に譲る形で、投げの形から姿を消した。その一方、片手で股をすくうつか投げはもともと別技扱いで、手打ち股、手車、仏壇返しなどと呼ばれていたが、次第につか投と呼ばれるようになり、1982年につか投で統一された。柔道が国際化するようになると、筋力や、 反射神経に優れる外国人選手が片手で股を救う塚投げを多用するようになり、たびたび日本人選手を脅かすようになった。ただし、日本の選手でも中村光勢のようにこの技を得意にしていた選手も存在する。1993年の世界選手権決勝で中村が決めた塚投げはとりわけ豪快な一本と言われている。他には小川な親も、 バルセロナオリンピック以降はこの技を多用するようになった。最近では西山大輝が国際大会の決勝で2大会連続この技を決めて優勝を果たしている。しかし、塚投げは足を取って投げる技であり、本来の組み合って技を繰り出す柔道の形から外れるという憂いが各国から上がるようになると国際柔道連盟は2009年にルール改正し、 上記のどの塚刀も使用困難となった。また、相手が組手争いから肩越しに逆側の背部を掴んできたような場合や、返し技、連続技の一つとして使うことは問題ないとした。そして、後に、これらも反則となる組手足つかみの禁止も参照名前は同じだが、相撲の救い投げと柔道の塚投げの投げ方は違う。 柔道のつか投げは足をすくって投げるため、相撲で言えば、足取りに近い。中村光勢のように、足をすくった大腰や移り腰の投げ方に近い、つか投もある。こちらは、相撲のすくい投げと足取りを合体させたような形で、投げる。相撲のすくい投げは、脇の下からすくい投げるので、腰に乗せた場合は、大腰や浮腰に、形が近い。段は、著書で、 路上で羽いじめされた時は、上体を前に傾け右足を前に出し左足と一緒に相手の足を掴んで投げればいいと語っている。1981年の世界柔道選手権大会でショータ、翔太ハバレリが、ハバレリという技名称で一本勝ちした記録が残されている。ハバレリのうち、相手の背中越しに、後帯を取り前から股間に手を入れたりしたばきを持ってすくい投げる技は、 行動館では、塚島として扱っていた。後に、愛イで、おびとり返しという正式名となった。2017年には、行動館も、おびとり返しを新設し、そこに分類するようになった。ありがとうございます。